こんにちは、カンノです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいをですね、作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス。これをね、していきたいと思います。よく京都なんかをね、散策してますと、和タオルとかね、手ぬぐいとか言って、言ってるお店なんかたくさんあるんですけども、これのですね、使い方とかね、飾り方。まあ、いいなとは思うんですけど、どうやって使ったらいいかな。どうやって使うんやろな、どうやって飾るんやろなっていうのをよくね、皆さんお困りだと思うんです。自分も初めそうやったんですよね。で、これはね、使い方っていうのはよく、私たちはもう本当もう弁当箱を包んでみたりとか、普通のハンカチの代わりに使ってみたりとかいうこともあるんですけども、まあそれ以外ですね、ちょっとシャレで使い方、あるいはシャレで飾り方っていうのをね、やる場合はですね、私どもの実はホームページのトップにですね、使い方とか飾り方の動画をですね、実は載せたりしてるんですよ。なので、その辺をですね、ご参考いただいてですね、使い方なんかをね、いろいろと工夫されるのもいいかと思います。ぜひね、いろんな使い方チャレンジしてみてください。よろしくお願いいたします。